ということで、ファミコン久しぶり。ずっとさ、こういうのってやってきたじゃない？配信をね。なんか、がっつりね、クリアするみたいなのが使命になっていたような気がして。勝手にだよ。だから、初めのうちはさ、はい次、はい次、みたいな感じで遊んでたじゃない？ 初回の時に、だってプロレスとかさ、何分遊んだのさ？ほら、7分とかだもん。7分だ、アイスホッケーとかさ、15分。まあ、一試合が長いから。だって、テニスなんて6人遊んでないんじゃない？ほら、3分だもんね。だこんな感じでさ、昔のようにね、もう気軽に、遊んで、あ、こんな感じかーっていうのを掴んだ時点でね、配信をね、じゃあ、満足しましたっていう風なのもいいんじゃないのって思ってね。なんでね、結構ほら、がっつり系が多いじゃない？まだ遊んでないソフトね。まあ、そんなにないんですけどね。これはなんか RPG だって話も聞きましたしね。これもがっつり系でしょ？この辺もね。今日はね、自分自身が見て知りたい。どんなものか知りたいっていうので、昔から興味があったファミコンウォーズをね、遊んでみようかなと。1ステージだけね。どんなゲームかわかんないから、1ステージで終わんないかもしんないけど、ちょっと遊んでみようかな。1988年、ファミリーコンピューター用の戦略シミュレーションゲーム、レッドスター軍かブルームーン軍を選び、部隊を進軍させ、敵基地を占領するか、敵部隊を全滅させれば勝利です。生産できる部隊は歩兵や戦車など16種類。これはね、やっぱ、ファイアーエンブレムの、言ってみたら、まあ、プロトタイプみたいなもんだと思ってるからね、メーカー的にね、開発的な意味合いでね。だから、経験しておきたいなと。あとほら、最近上げた動画で、話題になってたじゃない？アーカイブですけど、ファミコンウォーズを知ってるかい？ってね。知らないんです。なんで今日知りたいと思います。すげえ。グラフィックすごくない？ 88 年ですよ。そのね、ロムカセット、カートリッジの容量がね、限られてるっていうのに、このゲーム本編でもないとこで。ちょっとメタルスラッグっぽくない？わお、ファミコンウォーズ。ということで、再戦、回戦、回戦で、回戦サラダ。うわー、全然メーカーもゲームも違うんですけど、当時ね、やっぱ SD ガンダムの、ガチャポンが流行ってたじゃない？それをちょっと思い出すインターフェースだね。ということで、デフォルトがレッドスター。じゃあ、ブルームーンでいこうか。変えられんの？ OK。アニメーション。もちろんオンで。コンピューター IQ。やべえ、100か200か。BGM。タイプ A、B。ここで聞けないの？じゃあ A でとりあえずね。設定終わり。ほんで、空豆島。これはマップを選べるのかな？ドーナツ島。おにぎり島。へえ。あ、どんどんこうやって壮大になっていくんだ。へえ、面白いな。うわ、すごいな。何日かかるの、これ。アララ山脈。チリチリ川。ノアカ残島。ハマキ島。サイコロ島。フタコ島。以上かな。もしかしたらね、クリアすると新しいのが出てくるのかもしれませんが、とりあえず、初めてなので、一番上を体験してみようかな。空豆島。まず、そう、説明書用意すればよかったな。今日はほら、思いつきでやってるからね。あ、いい曲じゃん。
こういう曲好きだよ。戦闘開始。ちょっとうちの曲さ、ヒールっぽくない？まあ聞きたい方もいらっしゃると思うんでね、ちょっと流しておこうか。なんか僕さっきの曲の方がいいな、やるなら。んで、僕ね、ゲームボーイのは持ってるんですけど、あまりにも遊ばなさすぎて覚えてないな。多分ね、こういうとこで生産するんでしょ、ユニットを。どのボタンだ、ちょっと待ってね、ファミコンが久しぶりすぎて。これが A ボタンでいいのかな。生産出てきたよ、生産。あ、いった。そりゃ歩兵でしょう。多分歩兵じゃないとね、これも生産基地？歩兵じゃないとね、占領が大事なんでしょ？だから占領できないと思うんだよね。いいね。生産。歩兵。他に何があるの？戦闘工兵。工兵くん。戦車 A、戦車 B。装甲輸送車。自走砲。自走砲 B。お、高級品と、あの大量生産式のやつね。対空ミサイル、高射砲、補給車。なるほどね。とりあえず歩兵でいいんじゃないのか。か、なんだっけ、輸送車って、装甲、これでガンガンピストン輸送でさ、前へ前へ、あのほらグレーのとこがまだ中立なんでしょ、だそこにどんどん送り込んでみようか。おう、至るとこで作れるんだね。ここでは生産できない。ここでは生産できない。そっか。OK。そしたら、曲もね、ワンコーラスいったと思うんで、私ね、これをね、これにしたい。ん？これ？うん、設定終わり。あ、いいね。こういうの結構好き。終了でいいの？はい、終了。補給中。うんうん。ゴーゴーゴー。結構考えるの早くない？これはあの、ファイアーエンブレム暗黒竜の時にもね、感じたんですけど、時代背景を考えたらさ、結構早くない？今の目を持ち出して言うとね、遅く見えると思うんですけど。でこういうところにね、開発のそのプログラミングの腕の見せ所みたいなのが出てくるんじゃない？うん。青が敵側なのが珍しい。うんうん。1ステージで終わんないに1票。なんだって？うん。さてと。さ、お楽しみの移動タイム。ちょっと待って。ボタンがね、まだ不慣れでございます。B でこれを出して、ん？どうやってんだ？ A で選択。これでいいのかな？あ。なるほど、OK。じゃあ山を越えて。決定。んで、こんな感じ？ね。で、この機体の装甲輸送車。おお、すごい動けんじゃん。じゃあ、どうしたらいいんだ。乗っけちゃっていいの？どのタイミングで乗っけたらいいの？例えば、ほら、この子の限界ここだから、こうやって乗った方が得だったりする？お、グラフィックがあるんだ、すごい。よし。で、お金が補充されてるね。よし、じゃあ、引き続き、歩兵。装甲輸送車。うん、オッケー。もう来てるよ。これ有利不利がありそうだよね、マップによってね。
呼吸中、来ちゃったよ、半分取られた、相手の見てちょっと学習するか。乗った。 ER カンフーみたいな音がした。ER カンフーみたいな音がした。これ敵と味方でさ、まあレッドスターとブルームーンでグラフィック違うんだね、同じものでも。僕の見間違い？なんか同じ装甲輸送車でも僕らのと相手のとなんかパッと見違うように見えるんですけど。ガソリンチェック、ガソリン、これも、ああのさ、ポリタンクみたいなのがガソリン 67? ちょっと待って、これは 70? お、え、君たちもガソリン君たちもガソリン食ってんの 96? ガソリンをなんかアルコール代わりに飲んでたりしないよね、そういうのやめて。ガソリンんで、輸送します。降車、あいじゃん。ちょっと待って、とりあえず高校に乗っ、いきなり占領とかできなさそうだから、昔のゲームだからとりあえずこうしとくね音で、彼は、お、出てきたよ、占領やった、こっちだって半分、うん、んーで、ちょっと待ってね、決定、同じくここに来てもらって乗ってもらって実はロボット兵、面白い面白い、それうん、操作も慣れてきましたよ、勝手が。うん、でまた作っていこうか。 B で出してで A で決定ね、 B で出して A で決定、 B で出して A で決定、 B で出して A で決定、 B で出して、もういいか、輸送車は歩兵でさ、もう歩兵で、このうちの歩兵さんで島を埋め尽くす作戦かあ、なんていうさ、こういうね発想っていうのは開発者だってさ、もう見抜いてるよ。あの最大で作れる数が決まってんだよきっと。補給中、マイターン使ってくるね、うちもやった方がいい、それさあ、占領完了しちゃった、占領。これやっぱ途中で動かしちゃったらダメなんだよね、きっと占領もね。だから彼が半分やった後、その彼を2マス右に進ませて、でそこの位置にあの山の左側にいるやつを置いて占領完了はできないのかな。これね、なんでこういう発想になるかっていうと、ちょい前に体験版の回で、あのなんだっけ、タイニーメタルでしたっけ、を少しだけね皆さんとね見たんだよね。確かそのタイニーメタルっていうゲームはそういうルールだったような気がしたんで。音がいいな。お、戦車 B、 自走砲、やべ、ちょっと
おっかなそうな名称のものを作ってきたよ向こう。でガソリンはどんな塩梅？61、66、どうなんだ。補給した方がいいのかな、その辺が分かんない。まあ、とりあえずここを、あ、いいのかな、これで占領どうよ。やった、第1号占領、ね、なるほどね、オッケーオッケー。待ってなんで彼多分ねここに置いてもだ、壁だな、占領するしないはともかく壁になってもらおう。今1個占領できたからそこの領域に入ってこないように。じゃあ向こうがさ戦車とかさ、なんかなんだ、なんでしたっけ、なんちゃらかんちゃら自走だっけ作ったんで、うちもなんか作ってみる。生産戦車16,000円、失礼 G って書いてあるね、16,000ゴールド。じゃあ13,000円いっちゃう。僕ね、あんまりね、こういうシミュレーションゲームって経験がないんですけど、子供の頃ね、めちゃくちゃ好きだったのは一つだけあるんですよ。こういうタイプとは言い切れないんですけど、僕怪獣ものが好きで、そんな怪獣ものなんですけど、大怪獣デブラスっていうゲームがあったんですよ。どこが発売元だったっけな、デコさんだったっけな。それは怪獣がね、あの卵を追いかけてくるんで、その卵をゴールにスゴロクでね、こういうマップですよ、こういうマップでサイコロ振ってレッツサイクロンとか言ってさ、それレッツサイコロンか、あ、始まったディッティディッティディー、まあ互角だよね。なんでマップ上ではその卵を乗せた輸送車を怪獣から逃がして、で怪獣もでも進む距離っていうのが結構ね大きいから、それをこういうねユニットを生産して足を止めるっていうね。で攻撃すれば怪獣も弱って、例えばそうだな、ざっくり通常4歩進むところが体力が減ってくると3歩2歩って減ってくるんで、その卵を乗せた輸送車が逃げやすくなるってね、そういうストーリーも盛り込まれたねシミュレーションゲームがあったんですけど、こういう感じのね、もう本当に大好きで、それはもう何回もね、あの遊んでクリアした作品の一つですね。ぜひねスイッチオンラインに来る可能性は低いと思うんですが、やりたいですね。さてと、ゴミゴミしてるね。じゃあここを占領してみようか。やったー、占領ね。で彼はもうここ終わってるから、これ攻撃した方がいいのかな、6かなわないかな、どうなんだろう。あ、でも山、あ、この子減ってんのか、ちょっと待って、ガソリンはまあいいか、6しかないけど、あ、山に行けねえって参ったね。彼でガシンって言ってみる、彼ガシン、ちょっと待って、彼ガシン作戦って言う。なんで彼が来るにはまず誰かがここに乗る必要があるのか。じゃあここにで占領、ね、あ、むしろ彼をここに置いてみるか。決定ね。でどうだ、車行け、強い、相性がありそうだね。よし、よくやった。そしたらその壁になってもらおう。決定、偽装法ね。で歩兵どうだ、みんな動いた。ちなみに部隊ってのやったら第20部隊、
第21部隊。へえ、それぞれ番号が振ってあるんだ。面白いの。んで、整頓ができそうだよね。ま、やり方分かんなかったけど。状況。部隊25、17、基地が99。で、占領してたのが2。パリ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 。おお、なんか、うちも補給した方がいいのかな。次ちょっと補給してみるか。あ、これは、これは、お疲れ様。1減らしてくれたよ。残ったやべ、来ちゃって、どんどん来てるよ。残った。乗った。あの乗ってるやつ倒したらさ、どうなんだろう、兵士の数は減るのかな。乗ってる。ガソリンチェック。じゃあガソリンチェック言われちゃったんで、うちもマニュアルで53。なんか結構潤沢にあるように見えるんですけどね。でもやっとくか。なんだっけ、これ前方補給中。ガシガシお金が減った。はい、そしたら210。なるほどね。ちなみに彼、自走砲 B、 射程3、山。よし、よくやった。お、いいぞ。10対9、やるじゃん。で、射程5、射程5。待って、1、2、3、4、5。あーい、ダメなのか、残念。でも射程5はすごいね。そしたら2でしょ。で、ここが占領してんのかが、あ、でも青い町になってんのか。ここがまだなのか。じゃあここ占領しちゃおう。占領。占領で、お疲れ様。8、9減ってる。なので彼を森に乗っけて、この減ってるやつを叩く。森の力。お、すごい。期待以上。4。じゃあフレッシュな子をちょっと連れてくるね。一旦下がっていただいて、待ってね、ちょっと待ってね。あ、彼でもいいか。あ、彼も減ってるのか。ちょっと待って、なんでここに行っていただいて、で10フレッシュ。惜しい。じゃあ彼に一押しやってもらうか。よろしく。ナイス。89。なんでここに誰か、こことここ埋めたいんで、誰に行ってもらおうか。まあ、10でしょ。9。まあ、こんな感じだよね。で、減っちゃっての、あ、ちょっとアグレッシブすぎこれ。アグレッシブ。
向こうの歩兵の数が実は結構減ってて、戦車にシフトしてる、車にシフトしてるのを見ると、戦車作った方がいいな、この辺の相性がね、まだ分かっていないんですけど、どうなんだろう。一個ちょっと戦車の B を作ってみる。自走砲 B、対空ミサイル、高射砲。説明書が手元にあればね、戦闘工兵っていうのは、車に強い歩兵なのかな。どうなんでしょう。車に強い歩兵だったら嬉しいんですけどね。ちょっと作ってみる。さらに、なんか肩にさ、シワちゃんみたいなのを背負ってるから、多分移動距離が通常の歩兵部隊よりも減っていそうだから、装甲輸送車を彼だけのために作って、あと歩兵ね。んな感じ。ちょっと戦車作ろうと思ったんですが、お金が減ってしまった。ん、終了。補給中。お、到着。あ、耐えた。生産できるもののスペックが分かんないのが昔風。うんうん、きっとね、説明書とかにね、補足が入ってるんじゃないのかな、ね、今はね、もう全部ゲーム内にね、説明が収録されていると思うんですけどね、現在のゲームはな。でも昔は容量の都合があったからね。で、結構そこがね、抜けちゃって遊ぶ人が多いと思うんでね、今の人たちが遊んだ時に、もう何していいか分かんないとか言ってね、クソゲークソゲーっていう人いると思うんだけど、実際は説明書と合わせてね、遊ぶものだと思ってるからね、僕はね。なんでそういう考えがあるかというと、これはね、夜話した時に話したかな、ドラゴンボールのあのシェンロンの謎なんかもね、カメハメハのやり方は説明書にね、書いてあるからね、持ってない人は出せないと思うんだ。でも必須だからね、カメハメはね。さてと、無駄口叩いたせいでさ、何をどこまでやったか思い出せないんだけど、とりあえずガソリンのこれやる？チェック。うん。んで、3、この3はね、やってほしいね。いけるか。攻撃。えらい。このね、3を排除してくれたことによって、向こうの領域にね、足をね、一歩ね、入れることができるんですよ。8。あ、8、ごめん、ちょっと待って。この子を使ってみるか。射程5。攻撃。ほら。行ってみようぜ、トーチーク。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃんじゃん。本当はもうちょっと期待してたけど本音はね、もうちょっと行くかなと思ったけど、いいじゃんいいじゃん、悪くないよ。そしたら我々フレッシュ10が行きます。フレッシュ10勝負。搭載してるんだ。惜しい、1残した。でもいいよいいよ、隣にいるから。彼はここに乗ってもらって、この2を壁にして、で、来れるな、よし、彼に行ってもらおう。なんでこの2を壁にして、オッケー、俺が行きます。どうも、俺です。ナイス、俺。あ、搭載ユニットごといっちゃう。すごいな。で、フレッシュ10が占領します。
で、9、10、12、9、彼は届くのある？ないのか、残念。そしたら、あれ？あれ？うん、都市とか森とか地形効果とかありそう。うんうんうん、きっとね、それもね、説明書に載ってるんじゃないのかな。あ、半分いかないんだ、やっぱ兵が9だから。なんか壁もいいけど、たまには意外に森がね守ってくれる。ね、で、そこを開けちゃうのよくないな。んで、機体のね、戦闘後兵、2マス。これがね、一応予想なんですけど、ああいう車系に強いんじゃないかってね、車っていうか戦車みたいなね、勝手な予想ですけど。お疲れ様。あ、そういうことする。うん、耐えた。1。必死だね。よく耐えたな。あー、すごい、もう助かるよ、こんな風に。相手の球引いてくれて。戦車 A、 怖え。実力がさ、もう未知数だから怖えな、戦車 A。 んで、みんな健康だな。とりあえずこれ倒せるとでかいんだけど、 1,2,3,4,5 間に合わないのか。かといって彼一発じゃ倒しきれないだろうから、でもここ侵入できたらでかいよな。もちろんここの制服ツッツッツも大事だけど、ここ行ったところで、ここがドンズ周りだから、ここのドンズ周りを解消したいね。なんでどうすんの。待って、いける？あ、なんだっけ、その前にこれか。んで、自走砲攻撃いけ。4。じゃあ単純計算でいけるんじゃない？攻撃39。よし。で、6。じゃあこの6をさ、ガシガシいきたいんだけど、これじゃ
これじゃちょっと頼りないか。これで削れるだけ削ってもらおうか。どうだ、2。微妙だな。2を削るの大変そうだな。たとえ10。あ、でも彼、あれか、占領作業中なのか。そっか、占領作業中だったか。じゃあ、しゃあないな。2まで減らして、とどめさせないのはちょっと残念だけど、こっちの占領のが優先順位高いな。占領。んで、よく耐えてくれたよ。ただ、人数減っちゃってるんで、あれだよね。占領が数ターンかかっちゃうんじゃないの？そうだよね。9、6。うん。惜しいなぁ。なんかさ、この辺の中途半端に減っちゃってる子たちを、信長の野望の大使じゃないですけど、合体させるみたいな、そんな技はあったりします？ちょっとやってみるか。なんで、とりあえず健康なの。意外と健康な人がいないんだね。意外と少ないんだ。この辺みんな食らってんだ。そんだけ仕事したっていうことだよね。わお、強い。なんでこの3になったのに、この7を、素晴らしい。あ、10になった。うわー、足し算。もう単純な足し算で OK なんだ。やったやった。いいね、いいね、いいね、いいね。決定。で、その子は、助太刀に入ります。合流して、10、OK。それで構わない。構いません、それで。んで、9、10。これ、なんだっけ、戦車。戦車か。戦車は良くないな。むしろお邪魔係だな。相手お金あるな。トラック来た。そういう明日カレーちゃん的な存在か。補給車。とかマリちゃんね。アキラーン。あとディングーディね。お疲れ様。うわぁ、はかなかったな。強いな、さすが戦車。回復してるじゃん。2まで減らしたんだけど、2から4に上がってるよ、さっきの輸送車が。修理した。そういう効果あんの、ひょっとして。あの前歩って
ガソリンだけじゃなさそうだね。来たー、戦車 A 来たー。コープランダー隊好き、僕も好き。とりあえず、自走砲攻撃、戦車 A よろしく。地形効果ありそうだけど、どんぐらい減らせる。バシバシバシ、おロック、あ、いいじゃん。単純計算だけど、攻撃戦車 A、 惜しいな。あと歩兵部隊 2×2 でいける気がするけど、無理か。惜しかったな、惜しかったな。でも楽しんでます。で4、やっぱ回復してるよな。じゃあそれはさ、俺がやる。惜しい。でもよく間合いを詰めてくれました。んフレッシュ隊で、フレッシュ、サンキュー。ここを排除したことによって左2マスいけるんだ。じゃあフレッシュいる、10。あ、これも倒したいけどな。どうするよ、倒したいな。占領、自然と向こうから攻撃に来てくれるでしょうからね。うん、占領。間違いなく向こうから来てくれる。だから、まあ、彼は攻撃してもいいと思う。生き残るでしょうから。2、あ、いいんじゃない、押せる、10、お、フレッシュ、やった、もらったぜ。しかも中に搭載している歩兵ごとでしょ。サンキュー。んーで、そこ距離詰めちゃってね。で、ほんとこっち行きたいけど、森に入られちゃうと困るんで、止めてもらおう。んで、4。占領できます?やったー!サンキュー。で、7。で彼がね、移動速度が、うん、そうだよね。だから彼を前進させたいんで、前進タイツなんで、こう押して、こう押して、こう押して、搭載中ね。うん、で、あ、失礼、舞台あり、ここに行って降車、うん、で10、彼はどっかに合流、410、これなんだっけ、戦車 B、 戦車 B、俺超えちゃうよ、した場合は超えちゃうよ。向こうから攻撃に行ってくれるはずなんで、ね、で、彼突
破されてもここがっちりしてるから17。戦車に挑むのは良くないな。だから壁だな。じわじわ追い込んできた。補給した。ボスボロット、お、素晴らしい。耐えてくれました。自走砲 B。 山、あ、結構削られた。やばい、自走砲 A がいた。お、下がる。あ、下がって、そこ、あ、頑張れ、いいぞいいぞ。その2叩きたいな。戦車 A、 強、戦車強。あ、これ全滅しちゃうかも。よく耐えてくれました。ね、そこを全力で行くでしょ。そうすると、うちが前進できるようになるっていうね。道が少しね、開いて。ナイス。お疲れ様。あ、で補給させたいと。お、戦闘工兵作ってきた、向こうが。よし、じゃあまずは補給。んで、ここの道をね、ちょっと開きたいところではあるのですが、行こうか。どこから手をつけようか。この子の射程だな。だこの子がこの6を倒してくれたら、そこがね、一気に前に行けるんで。お見事、ありがとう、ね、これで開いた。んで、あ、占領過程なのね。 OK、 じゃあ占領、やった、占領。ここが終わってんだっけ。ここもまだ、ここも占領してもらおう。サンキュー。占領ということで、この地形はモノポリー状態でございます。で、銃搭載してるから倒したいっていう欲はあるんだけど、どうかな。この子がそこに、あ、いける、あ、この子いけるんだったらでかいな。この子で攻撃できたら大きいもんね。どうしよっか、欲張んない方がいい。走行入っていけたら大きいけどな。待って、8でしょ。で、彼が9だな。9でやった方がいいな。だいぶ優勢に、うんうんうん。で、8と合流させる、ね、で、7か。7と10だったら倒しきれないな。残っちゃうね。残っちゃうけど、まあいいか。
で、この辺は前にね前進させる2、これなんだっけ、自走砲 B。 よし、じゃあ自走砲隊で厄介なのを排除してもらえると嬉しいんですけど、戦車 B、 これ厄介っちゃ厄介だけど、本当はねとどめ刺したいんだけどね、この戦車ね。いけるか、どうだ、 いけるかな。どんぐらい削れるかにもよるんだけど、1台だな、いけたも1台だな。 OK で、ここで、あ、でも向こうから来るか、向こうから来るよ、向こうから来てくれる。かい、ここに誰か乗ってないとダメじゃないか。そこそこそこ、誰か乗っててもらわないと困るよ。乗る前に、ちょっと待って、乗る前に5、9、お願いします。お、いいじゃん。じゃあ決まったようなもんだね。はい、サンキューね。で、フレッシュ隊が乗ります。ね、で、空いたスペースにお待たせしました、浩平くん。浩平くんもうずうずしてたでしょ。いけ浩平、つえもう浩平 D は、あの、戦車いらない、戦車 B みたいなものを中途半端に作るんだったら浩平くんがやってくれるわ。浩平くん強いわ、浩平くんで十分ですわ。これからも公平の時代が来たね。ファイアーエンブレムは傭兵くんが活躍したけど、こちらの世界ではやっぱ公平くんだね。7と2を合わせてあげたいね、こうやってね。公平くんと、ちょっと待って、公平くんもいいんだけど、結局公平くんと2000円でしょ、とこの走行優勝者で4000円でしょ、6200円かかっててね。じゃあ戦車 B 作っとが早いんじゃねみたいな。やぼかな、それちょっと気づいてしまったのやぼだったかな。あ、ピンポンだ、ちょっとお待ちください。お荷物でした、楽しいお荷物でした。さてと、浩平くんで大騒ぎしたところからかな。これなんだっけ、偽装砲 B5、 5だけど偽装砲 B、 あ、結構いい、あのね、このね、これ結構いい仕事してるんでね、さっきからね。どっちがいいんだろう、まあここかな、ここで。ビクともしない、これビクともしないなのか、数字に現れてないだけで、結構実は削ってくれてたりするんでしょうか。それはね、ちょっとね、蓋を開けてみないとね。僕は削ってくれてると信じてるよ。数字に出ていないだけでね、その、あれじゃない？切り上げ。切り下げ的なね。走行車を1台作って、ちょっと待って、浩平くん強いけど間に合わねえよな、これ。結局ん？戦車 B の真実に気づいてしまったから、任天堂からの資格。あ、なるほどね。さっきのね。ピンポンね。これ。ちょ、楽しいからさ。
やるけどさ、この公平くん輸送部隊をさ、むしろ、装甲輸送車が足りてないんだよな。装甲輸送車をね、取っとくか、みんな動いた？みんな動いたかね？みんないいだね。まあ舞台表見ればいいんでしょうけど、OK。じゃあ、おや？すごいね、ユーパックさんに続いてヤモトさんが来てくれた。楽しいものが届いたよ。いつか皆さんにお披露目できるといいな。はい、終了。よく耐えました。向こうの自走砲 A。 よく耐えました。だって同じ山でさ、自走砲 B が10から8で減らして、自走砲 A が10から8ってね、頑張ったんじゃない？向こうから来たよ。よく耐えました。耐えたん。よくあれだ、陽動してくれた。分散させるのがね、大事だからね。じゃないとどん詰まっちゃうから。例えば、クリア目標みたいなのは出てなかったんですけど、まあ多分全滅、あるいは向こうの本拠地を抑えればいいと思うんですけど、その本拠地っていうのが、あのシームシティの病院みたいなやつでいいのかな。よし、じゃあまずは、補給してください。でちなみにこの辺のガソリン40、元が少ないんだな。じゃあこれ倒そうよ。3なので、もうこれでいっか。残ってればね、どんどん輸送できると思うんで、輸送のあれ、ちょっと銃ないと銃乗せらんないとか、そういう仕様じゃないでしょ。だから一気に1台でも残ってれば、兵士10人、公平くん10人乗せられるんでしょきっと。おい、公平 A、おめえの車ねえけど一緒に乗っていくみたいな、相乗りできるんでしょきっとね。9。そうだね。どうせだって恩恵受けた方がいいんで、ここで止まっておこうか。ね。で、残り5。じゃあ倒せれば嬉しいけど、どうかな。そこ開通してほしいです。ナイス。そうするとこの公平くんを乗せたね、車がね、ブンブーンっていけるわけですよね。で下ろす。山は無理なのか。降りた場合、まあどうせ降りた後行動できないから、降ろしちゃった方がいいな。サンキュー。ね、で、あの後ろの方にまだ公平くんが いっぱいいるから、向こうはフットワークが軽くなってるからね、ここはね、実際のとこ踏ん張りどころなんじゃない。よく耐えた。頑張ったな。さ、戦車 A、 怖いやつが来たよ。お、戦車 A をぶつける？あ、別の部隊だった？
いや、あれが戦車 A だったのか。残れば、ちょっとでも残ればあと一歩なんで占領できるんですが、どうかな。これ耐えたらいけるけど、耐えた。3級3あればいけるんじゃない。最後の一押しで、森歩兵です。あ、失礼、山歩兵です。お疲れ様。はい、そうしたらここに残した子はこれを倒すっていうね、ミッションがあるんで。自走砲 B、 台数自由、台数10、大変だぜ。おどもやるね。4、なんとか4で、あ、いるじゃん浩平くん。ちょっと浩平くんをそこに置くんで、ちょっと待ってね。でまずは浩平くんがそこに行きたい言ってるから、行け浩平。おっと、プシュ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 って倒すんだもん。浩平くん最高だよ。ね、でこの浩平くんはここに行けないから、ちょっと待ってね。とりあえずここ占領してみるね。占領。一押し。サンキュー。取っちまえばこっちのもんさ。ね、でこの10を乗っけてっていうね、あ、1っていうのもいますよって。浩平くんそこ無理だろ、だってな、惜しいんだ。なんでこの10をケチらず乗っけて、で浩平くんをじわじわね向かわせて、で3、これはね彼でいるでしょ。サンキュー。ね、そうすると5。まあ5でもね違いを作ってくれるんでね。まあ、よ、届かないからどうせ。あ、まあいいか、奥からいっちゃうか。奥占領。1だぜ。ナイス。やった。占領して。さあ、向こうがフットワークの軽いねポジションにいるんでね、油断できませんよ。浩平くんが頼もしい。浩平厳しいな、残って道かな。よく残った。手数をねかけさせる、これ大事だから。4ぐらい、5、頑張ったね。補給。あ、なんか食べてる。強い、タフ。こっちね、こっちが。戦車 B がちょっと厄介だね、硬いから。まあそのためのね、もう公平部隊だから。下がります。どうだ、勝負。ナイス。
で、浩平くんが、向こうの浩平くんが来たよ。よし。いや、いつものように補給中、ね、で、この位置から届くやつはいるかい？いるって。浩平くん厳しいんじゃない？まあ、やるだけやるけど、2人じゃない、やれても。もっとやった、サンキュー。そうだね、じゃあやってもらおうか。惜しいな。うん、そしたらどんな、そこはどんな塩梅なんだい。そうだよね。うん、まあナイス。うん、でさあ、浩平くんが前進するよ、うちのね。3、どんなもんなんだろう。行くだけ行ってみるか。惜しい、自分がやっちまったから。そうすると、サンキュー。34ぐらい。あ、5残った。これが向こうのおそらく本拠地なんでしょうね。なんで速やかに終わらせるんだったら、本拠地のユニット倒築で倒して、でその上に歩兵乗せちゃった方がいいね。ここさすがに4倒すね。いや、俺がやりますって。マジで心強いな。なんか途中までやってたっていうのにさ、やったんだけど、そこに届く人がいない説ね。じゃあ浩平くん舞台でとりあえずこれを倒してもらって、どうだ、もう一公平でいけるか。ちょっと待ってね。3、その3はやってほしいよ。よろしく。いけないか。じゃあ彼にやってもらおう。サンキュー、ね、で10、これがタフマンなのか。じゃあこれ、じゃあしょうがないな。どんだけだよ。惜しいな、1か。森の力は強いな、偉大だな。
そっか、ちょっと横着しちゃったな、プルシン。向こう実質ね、攻撃できるユニットがね、そこまで多くないんで、3部隊でしょ。補給にもいけないっていうね、ポジション的に。うんうん、悩んでおります。よろしく。大変かな、これなくすの。この子ね、ターボだからね、やっぱ工場みたいな地形に乗っかってると強いね。ただ自走砲部隊がね、前線へ向かったんで。サンキュー。そうするとね、そこが開いて、んで、よろしく。プシュ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 。サンキュー。ね。で、よろしく。サンキュー。ね。で、開くと。開いたことによって浩平くんがね、鬼より怖い浩平くんがいけるんです。サンキュー。サンキュー。ね。んで、あれ、向こうのユニットがもう、プシュ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 。完全勝利狙うべき。舞台全滅。こういう終わり方ね。うん、お疲れ様、万歳。おはよう。ということで、ブルームーンの勝ち。最終ターン数15日、レッドスター軍ハタボー大佐。流行ってたもんね、おそ松くん。各時代流行ってたけど、ちょうどね、流行ったもんね。55歳、使用軍事費147,481ゴールド。そして我々がジャック大佐、35歳、若い。若さだな。残り部隊数39、使用軍事費16万かけました。楽しかった。これが、ファイアーエンブレムの、元祖と言うべき、って言ったら言い過ぎかもしれないですけどね。そういう歴史をね、感じるような作品でした。ゲーム中は、むやみに電源を切らないでください。バックアップされている内容が消えてしまうことがあります。消えてしまうことがあります。セーブ。リセットボタンを押しながら電源を切ってください。ということで、やったー、空豆島。あ、この音の鳴りがさ、暗黒竜だよ。僕やってたから。うわ、すごい、暗黒竜と光の剣だよ、これ。このリズム。いや、面白かった。本当に歴史をね、感じますね。ここからね、あの伝説のね、シミュレーション RPG
ファイアーエンブレムにね発展していくっていうふうに思うとね、うん、面白かった。今回はねここで終えたいと思っています。いつもほらがっつりさ全部やるなんてやってるからさ、たまにはさ初回のこのファミコン生配信のようにね一回ポッキリで終わったっていいじゃないね。大変楽しませていただきました。